はい、今日は中日戦2戦目です。甲子園球場、タイガースは2対4で敗れました。延長10回で0対0でいって負けました。今日は絶対勝ちたいピッチャーで阪神は大竹、そして中日は、若き高橋、 WBC 出た高橋というところで、まあ投手戦が予想されたなと思って見てましたけども、まあ大体おおむねそんな感じでした。大竹は、今季10試合登板してて、6勝1敗、これまで防御率は 1.13 という文句なしの実績ですね、ここまでの。ということで今日の結果は7回終了で交代ということで、98球、ヒット5本、ホームランはなし、三振は1つ、フォアボールは1つ、デッドボールは0、2失点ね、ほんで、自責点は2ということでした。だから、まあ、7回で2点かということになってくると、まあまあまあかなと、そんなに悪くはないし特別良くもないし、まあまあかなと、まあ、このぐらいのピッチングはやっぱりしてくれないと困るよねっていうラインのピッチングでした。で、今日の投球内容は、ストレートは135キロから142キロ、変化球はチェンジアップ、ツーシーム、カットボール、カーブ、スライダーということでした。全体的に今日はボールが高かったような感じがしました。それと2回に、まあ、2失点したんですけども、ちょっともったいなかったかなという感じですね。この時2回にはヒット2本打たれてるんですけども、その2本とも、甘かったように思われます。それで甘い球率、高い球率です。全投球に対しては 43.9% が甘かった。勝負球では 66.7% が甘かった。高い球率、全投球に対して 35.7% が高かった。勝負球では 59.3% が高かった。勝負球でまとめますと、勝負球の 66.7% ですから、7割弱が甘くて、勝負球のね。それで約6割が、59.3% ですから、約6割が高かったということですから、非常に良くはなかったと。まあ、これでもそこそこ抑えるのはやっぱり大竹の投球術っていうところなんでしょうね。で、中日の先発は20歳だったかな、高橋宏斗。今季11試合登板で、3勝6敗、負けが先行してます。防御率は 1.89、 なかなかいいよね、 1.89 という防御率で3勝6敗というのは、中日が点を取ってくれないから結局負けてしまったっていうことなんでしょうね。あるいは勝ちがつかなかった、同点でマウンドを降りて、そんな形が想像されます。で、今日のピッチングはというと、7回終了まで投げて122球、だからちょっと投球数多いね、7回で122球、これ9回投げた球数みたいな感じだもんね。7回122球で、ヒットは7本、ホームラン0、三振は10個、フォアボールは1つ、デッドボール1つ、それで、2失点、自責点2というところで、2失点の自責点2というのは結局大竹とも同じです。両投手7回までまるっきり投げて、どっちも2点を失ったと、もう全くの、点数でいうとタイですよね。同じ回数まで投げたんだ。それで高橋宏斗、投球内容、ストレート150キロから156キロ、常時150キロ超えでしたよね。それで変化球はスプリット、ナックルカーブ、カットボールというこの3つだけです。ストレートとスプリットで落ちるボールで、打ち取るのが基本のスタイルですから、基本的にはこれです。まあ7回はちょうど2点失って、これ結局同点されるわけですけども、降りる回にね、それはストレートがやっぱり真ん中付近とか、
外角行っててもベルト付近の高さに投げてたもんだからヒットを打たれて、まあ、得点を失ったと。まあその時にはデッドボールも絡んだりだとか、セカンドへの内野安打とかあっていうことで2点は失ってます。甘い球率全投球に対しては 36.9% が甘い球でした。勝負球では 48.3% が甘い球です。高い球率全投球に対して 29.5% が高い球でした。全投球で 29.5 やったのに少ないよね、高い球が。で勝負球では 37.9% が高い球でした。これだって多くはない。で勝負球で見ますと勝負球の 48% ですから 50%、 5割弱が甘くて、4割弱が高かったということで、まあこれはまあまあなんかなと思います。まずは中日が2回に先制します。2回の表、これは4番の細川から初球ですね。内角の甘い内角ですから真ん中寄りの内角、そんな厳しい内角じゃないね、そのベルト付近のストレート、大竹の139キロが来ました。ストレートレフトに、レフトフェンス直撃のツーベース、ノーアウトにいる。5番の石川に対しては最終的にフォアボールでした。ノーアウト一塁二塁というピンチです。6番福永、ここで、送りバントをします。決まりまして、ワンアウト二塁三塁、大ピンチです。ここで、7番のキャッチャーの石橋、そんなに打てるバッターやないんやけどね、このバッターまだ若手で、石橋には内角ベルト付近のストレート142キロを打たれて、レフト前に、まあうまく打ったといったらうまく打ったんですけども、内角いっぱいいっぱいのところですんでね、それをレフトに運ばれて二塁三塁のランナーがホームインということでした。でもこの時ね、ちょっとねどうなのかなと思うような球ですよね、これを投げるのは。なんでか言ったら全部で8球投球して最後のストレートを打たれたわけなんですけども、ストレートがこの回は2球目3球目4球目5球目と、2球目3球目4球目5球目で8球目と、ストレートは 1,2,3,4,5 球も投げたのか。そして、内角のベルト付近のいっぱいいっぱいとか、この辺ね、この辺には3球投げてるよね。で3球投げたうちの一番最後に投げた球が3球だけども、内角でも前の球に3球投げたうちの2球はもっと厳しかったと。だけどちょっと中に入ったよね、最後の球が。ここの厳しいとこバッターはファールだとかしてるから、ちょっとだけ中入っても甘く感じるわけよね。やっぱりそこの球っていうのは頭の中に残ってるから、まあそこまた来るかもしれんなって多分思ってたと思うよね。そこに若干甘く入ってきたからヒットになったんやと思うんやけども、なんでそこにこだわるのかなと思って。2ストライク2ボールでしょ、あの内角を攻めるのもいいんだけども、連続というか、まあ、3球目5球目8球目なんだけど、甘くなったら打たれる内角って、真ん中寄りに来たら。それであればアウトコース低めのチェンジアップとか投げといた方が良かったん違うの。ツーシームでもいいよ。そうしたらヒットは出てないと思うねんな。あんまりこの打席では外角には投げてないよね。真ん中から真ん中低めと内角ばっかり投げてるね。外角一球だけ投げたけど、ボールを。最後勝負球インコースを意識させてたんやったら、最後外のそういうツーシームとか逃げるためやね、逃げて落ちるためやね、チェンジアップとか、その辺の方が打ち取れたと思うけどね。ちょっともったいないなって思います。この坂本のリードもどうだったんかなとちょっと疑問ですね。ここだいたい大竹って序盤でもピンチを迎えるんやけども、割と抑えるんよ今まで勝ってる時は。でこういう時に俺抑えてたら多分阪神どっかリードしてると思うんやけども、今日というか最近は割と打たれるんやな、それが。だからここもう一歩工夫してほしかったね、慎重にいってほしかったよね。それから、それで2点を失いました。でまあその後0点に抑えてて、タイガースはもう1回から点が取れないというか、ヒットはなかなかちょっとしか出ない状態で来て、6回にチャンスはあって
もう作ります、これは9番のピッチャーの大竹から、まあ、大竹はショートゴロでアウトになったと。ワンアウトで近本、1番バッター近本は、ノーボールワンストライクから外角低めのスプリット、外角低めのスプリットを一塁に打って一塁ゴロかなと思ったんやけども、内野安打になって、それが、近本なしの方が早くて、でのワンアウト一塁、続く中野はフォアボールを選んでワンアウト一塁二塁というところで、3番の前川でワンワンから真ん中ちょっと高めのストレート152キロこれをセンターに前川はヒットを打ちます。で、タイムリーはちょっと出なくて満塁になりました。そして、ワンアウト満塁で大山というところで、今日最大のチャンスはここだったかなと思います。これでカウントワンワンから大山が外角低めのスプリットに、まあ、手を出す、ザル、まあ、ワンワンだから打たなくてもよかったんやけど、打って引っ張ってショートゴロのダブルプレーという形でこのチャンスを潰してしまいましたと。で外角低め、まあ、打つんやったらライト方向に打ってほしかったなと。そしたら一、二塁間抜けたかもわからないし、ちょっと引っ張ったらやっぱりダブルプレーになりやすいからね、ちょっとそれがもったいなかったなかというのと、ワンワンからそれ打たんでもよかったんだと思うよね。ちょっと惜しかったなと思います。ワンアウト満塁やっただけにね。なんで結局0点。そして7回、またチャンスを迎えます。だんだんこの高橋宏斗がしんどくなってきたところやな、この辺は。この回は5番のミエセスからです。ミエセスは真ん中高めのちょっとボールのスプリットだってね、これがにもう2ストライク取られてたから振ってしまってセカンドフライになりまして、ワンアウト。そして6番の糸原が、ワンボールノーストライクから、外角ちょっと甘めの外角から真ん中寄りの外角のストレートを打ってレフト前に綺麗に流し打ちできました。154キロでしたけど、レフト前ヒット、ワンアウト一塁というところで、糸原に代わって7回やし、ダイソー熊谷、熊谷は次の坂本の座席の時に二塁に盗塁します。成功です。ワンアウト二塁というところで坂本、坂本は、外角ややちょっと高めのストレートを振った、見逃したいな。見逃して三振。振れなかったみたいでね、三振しました。ここ、坂本のところでも7回でしょ。7回表で、大竹は終わりということであれば、キャッチャー変えてもよかったから、代打でもよかったと思うね。これなんでそのまま打たしたんかなというのはちょっと疑問です。岡田監督ね。坂本に変えて代打でもよかったんちゃうのって。せっかくランナーセカンドにも行ったんやし。まあ、行ってから交代言うたら途中からの交代になるけどね。ツーアウトランナー二塁になって、木浪。8番木浪。木浪が初球を、真ん中のストレートが来ました。152キロ。これを打って、セカンドに強い当たりを打ちます。でセカンドは、こう、バックハンドで取り損ねたのかどうかわからないけども、グラブでは取れなくて、足に当たってセンターの方向に飛んでいってしまったよね。内野安打だったんやけども。で、二塁ランナーはその間にホームインということで1点返しました。で、ツーアウト一塁というところで、ここでピッチャーに代わって代打ノイジーということで、大竹に代わって、ノイジーだね。ノイジーの打席ではフルカウントからデッドボール。ということで、ツーアウト一塁二塁。そして一番の近本と。近本は外角のベルト付近のストレート。これをレフト線、三塁横をガッと破っていくライナーでね、ヒットを打って、もう1点入りました。これで同点。で、なおもツーアウト一塁二塁というところで中野、チャンスで、ワンボールツーストライクから、真ん中、外寄り低めのボールのスプリットを、に手を出してしまって、まあツーストライクから手出さんのしょうないけども、ファールにしてほしかったな。これでセカンドゴロ打ってしまったから、この回はこれでチェンジというところで、同点止まりと
というところでした。ちょっと惜しいなとは思いましてね。中野にあと1本が出てればと思いましたけども。で、このまま、タイガースは、次の8回から岩貞、9回は岩崎と言って、中日は、高橋宏斗の後は8回清水、そして9回が勝野と投げて、どちらも0対0に行って延長というところで、10回に入ってピッチャーはタイガースは島本を送ります。で、10回の攻撃、ここで勝負がつくんですけども、10回表、8番のリュークから、リュークは三振、フォークボールやね、真ん中の低めので、ワンアウトランナーなしということで、次はピッチャーのところで代打福田、デッドボールということで、ワンアウト一塁、このデッドボール痛かったな。で、ワンアウト一塁だけども、1番バッターの伊藤が送りバントで2アウトの二塁にして、で、そこで2番バッターの去年から売り出し中の岡林、若手、これ割と一つうまいからね、これは内角低めのフォークボールやったな。内角低めのフォークボール。これをきれいにライトに打っていて、上手に打ったと思うわ。ライトオーバーのスリーベースヒット打って、三塁打で1点ね。ここやな、ここもや。岡林いうのは左バッター。島本は左ピッチャー。左対左投手対左バッター。今、左バッターは左ピッチャーの球を打ちにくいわけよ。何が一番打ちにくいか言うと、左ピッチャーの外アウトコースのスライダーが打ちにくいんよ。なんでそれ投げへんの？一球も投げてないやん、それ。この回、フォーク、フォーク、ストレート、ストレート、フォークやねんけど。なんでスライダー投げへんの？アウトコース低めに。一番打ちにくいね、左バッターが左ピッチャーの。その球は、スライダーは。坂本大丈夫か、リード。さっきもそうやったけど。ここなんか絶対それ投げるべきやのに、なんでインコース投げるの？ま、インコースばっかり投げてね。昔はアウトコースが一辺とかやったのに、最近インコースをよう投げんねん。ええねんけども、投げすぎやねん。アウトコース掘らなあかんとか、アウトコース掘らなあかんよ。バカの一つ覚えみたいやな。なあ。ああ、インコースの投げてね、さっきもインコースの投げ切れずにちょっと甘なったから打たれたんやろ。インコースはそれがあんねん。インコース投げてもちゃんと内角投げれたらええけど、きっちりね、ちょっと甘くない場合があるわけよ。それが怖いわけよ。ここがってちょっと甘かったよ、コースがね。でも低め行ってたと思うけど、でもバッターの方がうまかったよ、打ったのは。だけどもっと打たれない方法はアウトコース外の低めのスライダー、回ってんのがいっぱいやから。うん、矢野監督で教えてもらってへんのやろかな。いやー、あの人キャッチャーやったやん。まあな、そこを投げへんだのはすごい後悔やわ。で、まあ1点取られてランナー3塁やんか。で、ビシエドや。ビシエドに対してだってこれはちょっと納得できへんよ、投球が。4球投げて4球目のを打たれたんやけど、4球全部まっすぐ投げん。なんで？外人まっすぐ強いやん。で、最近ここ昨日からビシエド当たってきてんねん。なんで？なんで変化球投げへんの？一球。で、最後真ん中付近のストレートやねん、打たれた。で、もう一点失うね。三塁ランナーホームインやね、ヒット打たれて。なんでそれ？そのリードも分からへん。そのリードはもう一点取られたショックがあって、ついつい考えられへんでそうなったって言うかもしらんで。そりゃそうかも分からへんけど。だけど、それはあかんわな。試合やってんねんから、まだ。そこはそこで切り離して、また次のバッターしっかり抑えに行かなあかんわ。これちょっと坂本今日はちょっとあかんかったね、リードが。というところでもう1点入れられて、これで4点、10回の表に、まあ2点いったから合計4点順次に取られて。そしてタイガースはもうその後はもう、マルチネスが出てきたもんやから、まあ全然球早い、158キロ出るから、全く打てなかった。誰も。進撃の巨人みたいな人やったな、この人。ピシャッと抑えられた。な。もう阪神もギャフンっていう感じだったな。いうことで、もう、すんなり終わりましたよ。で、2対4っていう逆転負けって言ったらおかしいけど、せっかく同点に追いついてんねんから、なあ、
で、その前の回が満塁やったやろ、ワンアウト満塁よ。ダブルプレーやったやろ、あれも惜しかったわ。せめて外野フライ、犠牲フライやったら。もう一頑張りできひんよな。あかんなっていうとこやな、うん。惜しいな。この2点も惜しかったしな。この2点も惜しいよ。取られた2点全部惜しいね。もったいない投げ方、投げミスっていうかな。っていうふうに思うよ。まあ、バッターもうちょっと点取ったやりたかったけど、高橋宏太はもう打てないよって。はたまはんやんが打たへんねん。もう分かってんねん、最初から。分かってんねんやったらもう、チャンスを確実に掴む方法を考えた方がいい。もっと言うなら、大山にワンアウト満塁でスクイズでもよかったよ。よう打たんねんやったら。そういうのもよかったよ。そのぐらいやんな、勝たれへんよ。普通にやってたら。まあ、大竹っていう子もな、この子頑張ってほしいよな。まあな、頑張ってほしいね。うん、せっかく阪神来てな、活躍してやんねんからな。そうやな。この子ちょっと応援したりたいわ。もうちょっとテントってやってほしいな。うん、まやな、うん。って思うね。モチベーションが続かんよね、多分ね、大竹は、イニング数、投げてるイニング数が割とちょっと少なめやねんな、ピッチャーの中でも。で、規定投球回数に今日足したと思うから、防御率1位のはずやねん。足したら1位になんねんけど、次の登板まで感覚がいくやんか。なんか規定投球回数が今度、上に行ってしまうねんな。基準が。ほ、うん、ならまたそっから外れんねんっていう、そんな、繰り返してるみたいなんやけどね。でも6勝から、これで何や、3回ぐらい連続勝ってへんと思うね。今日は勝てるかな思ったんやけどね、中日やしね、うん、ま、もったいなかったなと思うね。明日は誰な、明日村神様、明日村神様やで、うん、大谷、大竹、村上って連続でこれ投げるようなローテーション組んでしもたらやで。ほんま負けたらあかんねんで話。ほんまやな、うん、今一番あれやな、うん、オールスターに出てくるの、オールスターに村神様やねんな。村上は出てくるわな、な、うん、すごいなあの人な、うん、ほんでまた阪神の選手ばっかりなんや、あれ。どうな、発表されてたな。なんか、あれ、いつもの阪神。広島の秋山が一人おっただけかな。あれだけ確か。普通の阪神やん、あれ。だから、どっかでの番組で言ってたけど、阪神対パリーグオールスターチームとの試合みたいなもんや。言うわさはもうええわ。なんで一チームでやんなあかんねんって思うけどな。ああオールスターやねんか、セリーグ6球団でやんなあかんやん。あれは投票してんやろな、阪神ばっかり。まあ、監督推薦とかいろいろあるからさ。またメンバーは変わるよ。変わるけども、多分、1位で選ばれたら試合には出なあかんと思うね。どうやろうな、うん。そうなんかどうか知らんけどな。あまりにも阪神の普通のメンバー見てるからさ、これがそうなんと思ってちょっとびっくりしたわ。いつもそんなん。うん。まあ、いや、いつもじゃない。今年はたまたま集中したね。阪神が強いからな。阪神強い時はいっぱいなるよ、阪神が。やっぱり。誰かもアカウントさ、いくつも作って阪神がさ、そんなことするかな。やってんちゃう、怪しいわ。そんなことするかな。私は一票投じましたけどね、オールスター全部、割と要素のチームの人入れたよ、セリーグは。でパリーグも入れたよ、そんな集中するようなことはせえへんだよ、うん、今の段階で。最近阪神の選手ちょっと調子悪いやんか、うん、だからちょっと減らしたりしたよ、調整したよ、他のチーム入れたよ。まあ人気投票みたいなもんやし、まあな、うん、うん、いいんちゃう。まあ、これみんなオールスター出たらな、オールスターって、まあ、休みっていうのもあるし、そこで軽く調整もできるわけや。今ちょっと調子悪いからちょっと練習しようかなとか、個人的にね、いろいろできるわけよ。そのチャンスが結局なくなるわけや、選手は。全員やんのな。うん。なんで、それでもオールスター終わったら、はい、また試合でって言って。何や、休みもできへんだし、変にオールスターで気づかりしてしもたしなって。なんかパフォーマンスをしてるんちゃうか、言うて。で、オールスター出たら出たらでさ。みんな負けさすために投票したんやろか。いや、うん、いやまあ、それは分からへん。オールスターでさ、パリーグのチームが出てくるやんか。ほら、割と、いっぱいいっぱい行かなあかんやんか。そそ手抜いて投げられへんやんか。打とうかっていっぱいいっぱい行かなあかんやんか。それでまた、疲れてしまうんや。やられたかもわからん。やられたな。なんでベイスターズもっと折れへんねん。おかしいやん。いや、阪神は多いのは分かるけども、ベイスターズもある程度追ってええんちゃうの。やられたわ。疲れさす作戦やな。おかしいな。ちょっと怪しいな。うん、なあ、ほんまに。そんなこと考えてんのかいな、ほんまに。さあ、分からんで。なあ。まあ、そんなような今日は試合でした。明日はもう絶対勝ってほしいです。はい。はい、以上です。